お元気ですか？始まりましたアプカミ、ラベンダーの岡田まりなです。ビタースイートの長谷川萌実です。松原健史です。アーティストや制作現場にいろんな角度から密着、新たな魅力に接近してお伝えしていく番組、それがアプカミです。この番組だけの貴重な映像をどんどんお届けしていきます。どうぞ最後までお楽しみください。さて今回はですね、はい、コーヒーブレイクにアプカミということで、うん、はい、梅雨のジメジメしたシーズンには室内にこもりがちですが、うん、そんな時一番の気分転換といえばやはりコーヒーやお茶を飲む時間ではないでしょうか、うん、というわけで最近では家庭でもかなり本格的なドリップコーヒーを味わえるコーヒーメーカーが発売されたりしていますが、うん、いかがですか？コーヒーとか紅茶こだわりありますか？コーヒー好きですね。お、うん、飲まれます？やっぱり打ち合わせとかで飲んだり、うん、あと一人でもあの喫茶店とか、はい、カフェとか行って飲んだりしますね。コーヒー頼まれます？特にねコーヒーはやっぱ引き立てが美味しい、まあ、ちょっと酸化しちゃうんですよね、引いてあるやつで入れていただくとね。だから家でもやっぱり家で引けないですから、そんな簡単にね、うん、引く機会とかないから、あの当然まあ家では粉を買ってきてやるんですけど、やっぱコーヒー屋さんはその場で引いてくれるとこがあるんで。あ、でもお家でもやるんだ。どう、コーヒー飲む？私ずっと飲めなかったんですけど、今年に入ってから飲めるようになりまして。今年に入ってです、うん、きっかけがお母さんが置いてたインスタントコーヒーだったんですけど、これってこう賞味期限とかないのかなと思って、とりあえず飲んでみようと思って入れてみて、で一口したら、うん、あ、コーヒーって美味しいじゃんって思えて、そこから自分でも家で飲むようになりましたね。え、砂糖は入れた？砂糖は入れる時と入れない時とあります。うん、その美味しいと感じた時は入れた？感じた時は入れてなかったです。お、じゃあ本当に豆の味が分かるんだね。いや本当コーヒーの美味しさ。え、おかまりは？私だって、コーヒーショップでずっと働いてましたけど、うん、あんまり紅茶派？コーヒーショップで働いてたのに。コーヒーショップで働いてた時は、やっぱりこうその日のコーヒーがちゃんとした味で出てるかを毎日確認しなきゃいけなかったのさ。でもさ、確認されてもさ、分かんない人でしょ。分かんない人ですけど、その頃はコーヒー飲めましたね、ブラックで。行きたくなかったな、この店。よかった、行かなくて、うん、その頃は飲めたんですけど、今全く飲まないです、もう。へえ、どうしたもんかね。ちなみにその店って1回ずつ引いてたの？いや、あのチェーン店なんで。あ、そうか、そう、まあね。そうなんですよ。そこまでやってるとコストがなかなか。そうなんですけど。へえ、でもそれなりに美味しいでしょ。朝引いてました。朝、うん、大量に引いといて。そうか、そうか、そうか、そこあるみたいなね。素敵なお店です。いいですね、素敵なお店です。はい、というわけでそれでは今回もアプカミ、楽しくお送りしましょう。深みお届けするのは吉川優さんの映像です。今回は最新シングルから歯を食いしばれ、ミュージックビデオ撮影の裏側をご覧いただきます。どうぞ。まあ、ちょっと負け犬感が欲しいなというところをプロデューサーの方と話してまして、でなんかちょっと今までのキッタとは違うことしたいよねっていうの で曲が上がってきて、曲を聴いて、あれ、この曲すごい大森聖子っぽいなと思ったら大森聖子さんの曲で、あ、なんで、あ、もう結構そっちに振っちゃおうっていうところで、まあそうですね、ちょっとオタク趣味じゃないですけど、あんまりこうキラキラしてない女性をやることって言ったら何かなと考えて、うん、まあちょっと偏見かもしれないんですけど、一人でカラオケするからかなみたいなところで、まあ、カラオケシーンだったらいい感じに撮れるんじゃないかっていうところをプロデューサーと話して、あ、いいっすねって言って、で一人カラオケを撮ろうと。で一人カラオケではっちゃけるっていうシーンが、まあ、メインになってくると、その今までの吉川優とはちょっと違った感じの吉川が見れるんじゃないかなというところで。
安な感じが欲しいなっていうところで、まあ計10回ぐらい歌っていただいて、乗せて乗せて、こうなかなかいい表情が取れたんじゃないかなと思います。次の手を思いつかない私を見せないで、こんなとこそばに口が離れないで、迷うでも迷った分愛してる、これからはずっと起きよう、これからはずっと起きよう、あなたの手も体力消耗しますね。一人カラオケ初めてですが楽しいです。大変です、頑張ります。最初はなんか90年代のヒップホップミュージックビデオみたいにしたいねみたいな話をしていて、なんかウータンクランとか、ああいうなんかアメリカの路地、ニューヨークの路地裏でちょっとこう悪いことしてるみたいな、なんかちょっと悪いことしてるキッカみたいなのがいいんじゃないかっていう、その闇キッカみたいな、裏キッカみたいなのがいいねっていう話をしていて、でまあ歌詞が来て歯を食いしばれだったんで、ああ歯を食いしばれだったらボクシンググローブで、ああ歯を食いしばれって言って、いろんな人殴り歩いてればいいじゃんみたいなところで、まあ殴るのはさすがにどうかっていうところでボクシンググローブつけて渋谷の街でまあシャドーボクシングしてストレス解消してるみたいな、そんなシーンが入ってるっていう。夜の渋谷最高です。グローブつけて歩いてるから余計ですよね。みんななんでグローブって振り返って言ってます。顔ちょっとさ、プロやろうな。プロプロ、さすがプロ。笑いはあんまりないな。あ、いいね、そっち見てて、街の方見てみよう、そのまま。あ、いいね、いいね。ちょっと顔は横、そうそう、それぐらい、はいはいはい。でちょっと奥見てみて、あっちの方見て、横見て。あ、いいね、いいね。ご覧いただいたのは吉川優さんの最新シングルから歯を食いしばれ、ミュージックビデオ撮影の裏側でした。シンガーソングライターの大森聖子さんが吉川優さんのために書き下ろしたのがこの歯を食いしばれ、大森さんがレコーディングにも立ち会ってその場で歌詞を作りながら完成させていったんだそうです。いかがでしたか、ミュージックビデオの裏側。こういう風に、ね、なってるんだっていうのね、はい、本当に秘蔵映像が多いですね、この番組はね。本当に設定はカラオケボックスでの一人カラオケということで、いやしますよ、一人カラオケ。あんな感じ？あんな感じではないけど、うん、でも一人でこう、うん、クイーンとか結構歌うんで、うん、そのクイーンの曲を歌うときはもう一心不乱という感じですね。そういう時にメニューとか頼んじゃうとドリンク持ってきて
店員さんがびっくりするんだよ。もう堂々と私歌っちゃうんですよ。あ、そう、気にしないで歌っちゃいます。お客さん上手ですね。でもすみませんって言って出ていきますこっそりね。そうそうそう、いやでも本当にね、歌ったり踊ったり食べたりっていういろんな吉川さんが詰め込まれて、はい、殴ったり、ね、なんかもう映像の感じとかも本当に映画っぽくて、うん、そうですね、本当に映画を見てるような感じです、ね、素敵だった、すごい、ね、はい、歯を食いしばれとチャーミング勝負世代という2曲でまた新たな一面を見せてくれた吉川優さんですが、はい、まだまだ開けてない扉がいくつもありそうな予感、うん、ということで今後の活動は楽しみです。お届けするのはアップアップガールズ括弧仮のライブ映像です。4月24日に新宿ブレイズで行われた公演から青春の涙のライブ映像をご覧いただきます。どうぞ。
お届けしたのはアップアップガールズかっこ仮で青春の涙のライブ映像でした。はい、青春の涙は最新シングルパーリーピーポーエイリアンとセブンピースの初回限定版 B に収録されている楽曲です。はい、アプガの皆さんのライブはいつも元気がもらえますが、いかがでしたか松原さん。あと4ヶ月ぐらいでいよいよね、はい、武道館もあるってこと。そうですね、なんかもうなんか勢いに乗ってる感じでもいいですね、はい、エネルギーがバンバンこう伝わってきますね。はい、いかがでした。この曲めっちゃ好きです私。お、青春の涙が、うん、なんか切ないけど乗れるみたいな、なんか好きこの曲はライブでもまあ私も生で聴いたことありますけど、なんかその時からいいと思ってたんですよねこの曲が。なんか改めて聴いてやっぱり青春の涙推しですわ私。あ、こう同性に好きってね言ってもらえるっていうのはね、どんどん広がっていく、女の子が好きな曲かもしれない。確かにこの曲の中にこう切ないメロディーだったりとか、それからラップですごい楽しく盛り上がれたりとかいろんなものがこう詰め込まれてますよね。はい、そんなアプガの皆さんなんですけれども、今年の11月8日にグループ史上初めてとなる日本武道館公演を開催することが決定しております。今後のアプカミでも武道館に向けてどんどん盛り上げていきますので、ぜひぜひチェックしてみてください。アプカミ、お届けするのはアプカミ独占のレコーディング映像です。アプカミではいろんなレコーディング映像を配信してきましたが、タイミングや時間の関係で配信できていない映像素材がたくさんありますので、今回はその中からアンジュルムの糸島ディスタンス、ボーカルレコーディングの模様をお届けいたします。どうぞ。最後の焼けど仕方ないやんがあれやな、世にへこむな焼けど仕方ないやん、いきます。焼けど仕方ないやん。OK、ではサビいきます。また最初の傷を吸い取ろうと吸い取ろうと吸い取ろうと言って、また間に合うでしょう。あの街があれば君とは二度と会えなくなるの。思い出の渚が OK です。以上ですかね。お疲れさんでした。ありがとうございました。じゃあ最後の曲だけやってみましょう。このまま終わりなんて嫌なの。お願い近づかないで。はい、では、サビ行ってみよう。はい。だって仕方ないよ。人とやって嘘だと言って黙らない。
またスイートオート、スイートオート、スイートオートなんていうの、スイートオート、スイートオート、スイートオート、だって仕方ないよ、スイートオート、スイートオート、スイートオート、余計嘘だと聞いて黙らないで、そうそうそう、そういうことですね。はい、OK です。はい、以上ですかね。はい、お疲れさんでした。ありがとうございました。冷たいさよなら告げる、いつも手ごこえイルミネーション、この窓から見てたのに、うん、ね、いつもこれ一個一個、いつもにしよう、いつも、うん、いつも手ごこえイルミネーション、この窓から見てたのに、よっしゃ、スタビ行こう。はい、やけど仕方ないやん、でも全然いい感じよ。思い出してよ、あの白い砂浜で世界一番幸せだった最初のキスを。 OK、 お願いします。まだ間に合うはず、車を降りる、その最後の瞬間までは二人のこの以上ですね。はい、うん、お疲れ様でした。ありがとうございました。冷たいさよならすげる、いつも敬語公園イルミネーション、この窓から見てたのに、ガラス越し映るのは私の知らない横顔、けど仕方ないよ。うん、いい感じいい感じ。横顔伸ばしたとこちょっとこう惜しかったかなっていうのと、あと、はい、いつもってやつをちょっと、いつも、うん、ちょっとそんな感じ、ちょっと一個一個切れる感じで一回やってみてくれる？はい、もう一回いきます。いつも敬語公園イルミネーション、この窓から見てたのに、ガラス越し映るのは私の知らない横顔、やけど仕方ないよ。 OK、 ではサビいきますが、これしんどいので、はい、前半後半で巻きます。はい、泣いたよ、スイートオート、スイートオート、スイートオート、やけはいはい、どうしようかな。冗談だよな、君が笑って5点うどん。欲しいのはこの1行だけなので、はい、まあ、その後、5点うどん連れてぐらいまで歌ってみようか。冗談だよな、君が笑って5点うどん連れてく。ちょっと遅れたな。もう一回いこうか。はい。冗談だよな、君が笑って5点うどん連れて。以上ですね。はい、お疲れでした。
かな、いつの幸せのカレンダーはの和が今結構サクッと見ちゃってるんで、カレンダーは若干余裕残してみましょう、はい、うん、そこだけいきます。お願い近づかないで、いつも幸せのカレンダーは、オッケー、はいよー、では、サビいってみよっか、はい、いらないよ、くかもやけど仕方ないよ、スイートウォート、スイートウォート、スイートウォート、やけどまだ間に、はい、オッケー、まだ間に合うでしょ、思い出してよ、あの白い砂浜、ごめんなさい、はい、オッケー、うん、あの街帰ればな、思い出の渚が、はい、こっちね、まだ間に合うでしょ、あの街でれば君とは二度と会えなくなるの、思い出の渚が夕日に迫る、はいはい、じゃあ以上ですね、ありがとうございました。この窓から見てたのに、ガラス越し映るのは私の知らない横顔。はい、やけど仕方ないや、はい、こういつもとかも結構なんかいつもだだだだだ、いつも、うん、はい、一音一音全部はっきり発音する、はい、渓谷公園イルミネーション、渓谷公園イルミネーション、いつも渓谷公園イルミネーション、この窓から見てたのに、ガラス越し映るのは私の知らない横顔、やけど仕方ないよ、そうそうそういう感じです、はいよ、ではサビいってみましょう、スイートート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 やけどまだ間に合うかな、思い出してよ、あの白い砂浜で世界一番幸せだった最初のキスも、はいはい、結構上しんどい、そんなでもない、はい、大丈夫大丈夫です、スイートオートのオーにちょっとアクセントを入れていく、スイートオートスイートオート、うん、そうそう、そんな感じ、はい、そんな感じ、そんな感じにしてみましょう、スイートオートスイートオートスイートオートやけどまだ何に合うかな、思い出してよ、あの白い砂浜で世界一番幸せだった最初のキスも、オッケーオッケー、世界一番の幸せだった最初のキスをこれでいきます、世界一番幸せだった最初のキスを、はい、オッケー、では以上ですね、はい、ありがとうございます、はい、どうしたの不自然な距離、ドライブの帰り押し寄せる不安を愛しみの波が煽る、ちょっと待てなんて言ったの、聞きたくない、優しいはずの君の唇、冷たいさよなら告げる、はいはい、やって仕方ないやん、スイートアウト、スイートアウト、スイートアウト、やけんって、そのブロックの頭の方のスイートアウトのところ、ね、そこで一回ガッツリ、スイートアウト、スイートアウト、スイートアウト、やけんっていうのを一回やっとこうかな、はい、スイートアウト、スイートアウト、スイートアウト、やけん、うん、ちょっとガッツリ、おー、おーって、スイートアウト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 、やけん、うん、それもう一回いきます。はい。スイートオート、スイートオート、スイートオート、やけん。オッケー。はい。はい、じゃあ、メインはこれで OK でーす。はい、
あのスイートアートスイートアートスイートアートやけんのところを一回ちょっと試しに上ハモってみようかなと。はい、スイートアートスイートアートスイートアートやけん。うん、一回ちょっと当てさせてください。はい、スイートアートスイートアートスイートアートやけん、まだまだに。そうそう、そういうこと。当てました？うん、合ってる合ってる、大体合ってる。はい、じゃあ以上ですね。以上ですね。はい、はい、ありがとうございました。どうしたの、不自然な距離、ドライブの帰り、押し寄せる不安を糸島の波が煽る、糸島の波が煽る煽る、ここだけもうちょっと煽る、糸島の波が煽るで、これだけいきます。はい、不安を糸島の波が煽る、煽る、煽る、はい、OK。 いつも幸せのカレンダーはなんで気づかなかったの、悲しみの権利に認めたくなんかないから、だって仕方ないやん。うん、だって仕方ないやんだけ行こうか。はい、すいません。だって仕方ないやん、うん、だってだって仕方ないやん。 OK。 はい、では、足早に過ぎていくと向かって走るなんて、はい、ます。いつも幸せのカレンダーは足早に過ぎてゆく、なんで気づかなかったの、悲しみの権利に向かって走るだの、認めたくなんかない。もしすいません、でも乗りゃいいよ、その感じで。このカレンダーは足早に過ぎてゆく、なんで気づかなかったの、悲しみの権利に向かって走るなんて、認めたくなんかない、向かって走るなんて。それだけ行こうか。はい、君の権利に向かって走るなんて、認めたくなんかない。はい、OK。 はい、ではサビ行きますね。やけど仕方ないや、スイートアートスイートアートスイートアート、やけどまだ間に合うかな、スイートアートスイートアートスイートアート、そう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 、スイートアートスイートアートスイートアート、やけどまだ間に合うかな。なんだっけ。はいよ、では以上かな。ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。いとしまの波が煽る、ちょっと待って、はい、では、サビ行ってみましょう。やけど仕方ないやん、スイートアートスイートアートスイートアート、やけんまだ間に合うかな、思い出してよ、あの白い砂浜で世界一番幸せだった、最初のキスも。いいね、幸せな、そう、そこだけ、ね、あの白い砂浜で一番幸せだった、最初のキスも。だって仕方ないやん、はい、そう、合ってた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 、今入ろうとしたところで合ってます。はい、だって仕方ない
だけもう一回行こうか、はい、だって仕方ないよ、スイカオート、スイカオート、はいはい、OK、 ダメ、スイカオート、スイカオート、スイカオート、やけるまだ間に合うはず、ルルナゴを見る、いやいや、感じはあっていいよな、ちょっと惜しかったな、はいはい、俺が。やだね。スイカオート、スイカオート、スイカオート、やけど、まだ間に合うはず。ルルナゴ。いけました。はい。以上ですね。ありがとうございました。ご覧いただいたのはアンジュルムで糸島ディスタンスボーカルレコーディングでした。今回もアップカミの秘蔵映像をご覧いただきました。はい、秘蔵ですね。はい、まあ、糸島ディスタンスはですね、うん、今年の4月に発売されたトリプル A 面シングルの中の1曲です、うん、まあ、どことなく昭和歌謡の香り漂うメロディーということで、はい、いかがでしたか松原さん。水筒と水筒と、うん、九州弁、九州弁がねえ、この間いいです、ね、あの田中さんとカラオケ行ったんですよ、うん、田中さんと、うんうんうん、その時に田中さんがスイートーってこれ歌ってて、田中さんアンジュルム大好きなんで、うん、結構アンジュルムの曲をカラオケで歌うんですけど、うん、すごい本場でしたよ。そうだ ね、特にね、福岡だからね、可愛、ね、いですね、スイートーとなんて言われたら、いいですね、可愛い。はい、アプカミではですね、まあ、今回に限らずたくさんのボーカルレコーディング映像をお届けしてきましたが、うん、まあ、自分のレコーディングと比べてとかこういかがですか。いや、自分のレコーディング映像って本当に恥ずかしいですよね。恥ずかしいですね、見られるとね。だから僕は結構レコーディングってこうやってスタッフの皆さんがいるとこと歌ってるところのカメラがついてる場合あるじゃないですか、はいはいはい、あれカメラ切ってもらうんですよ僕。あ、恥ずかしいんで変な顔して歌ってるじゃないですか、でこういうカーテンもあるのをカーテンもこうやって閉じて、おもうその方が集中できるんですよね。確かにカメラあると気になるよね。気になる、うん、いやちょっと私もあのやっぱカーテンとか開いてると、はい、なんか閉めて歌ってみたいなとか思ってみたことあるんですけど、言えばいいですよ。でもなんか言えないです。だってその方が絶対自分が、ね、クオリティがいいと思ったら絶対言った方が、はい、あ、じゃあ今度やってみますね、うん、だって、はい、その方がいいと思いますよ、うん、はい、アイドルの人たちすごくないですか、顔がそのまんまなんですね、レコーディングの。え、いろんな人いたじゃないですか。だからでもなんか、なんかやっぱいみたいなのなくないですか。あ、確かにね、うん、なんかすごいキーも高いのに、うん、よくなんか、ね、顔くしゃーならないで、まっすぐな顔でなんか歌えるとみたいな。いや、すごいですよ。そうかそうか、ね、いろいろ勉強になりますよね。 それぞれみんな違いますもんね、レコーディングの仕方がね。はい、うん、というわけでですね、はい、アップカミ独占のレコーディング映像企画、次回もどうぞお楽しみに。大気晩成、もうこんな人生、もうひっくり返せ。 When we dance in my soul, when we love the rock and roll。 だけど僕たちは一人じゃ寂しくて、もう最後に笑うのは俺たちさ。お届けするのは中島拓哉さんのライブ映像です。5月17日に新宿ロフトで行われた公演から次の角を曲がれをご覧いただきます。どうぞ。悔しくて悔しくて打ち壊したい夜があっても、それだけ歩いても答えが出ないのなら、次の角を曲がれ、次の角を曲がれ、まっすぐ進むこと、それだけ全てじゃない、僕だって
ど笑なくて強がることなんてないじゃ次の角を曲がれ次の角を曲がれ分かり合えないのならここにいられないのなら次の角を曲がれ Come on! 次の角を曲がれそれは聞けることじゃない困るくなんかないどうにもできないことだってあるだろう悔しくて悔しくて打ち壊したい夜があってもどこまでもどこまでも一人ぼっちの夜が来てもその先を曲がったら見たこともない星空が ご覧いただいたのは中島拓衣さんで次の角を曲がれのライブ映像でした。次の角を曲がれは2015年発売のアルバムレンガの上に収録されている楽曲です。アップテンポでパンクなナンバーも素敵ですが、この曲のように切なくメロディアスな楽曲も拓衣さんの魅力の一つとなっています。いかがでしたか松原さん。いや本当に拓衣さんのメロディーメーカーっていうかね、本当にキャッチーなメロディーもいっぱい出てきて、はい、この歌はもう僕もねカラオケでおはこまで行ってないですけど。あ本当ですか。まだ歌ったことないんですよいや歌いたいおはこにしたいなっていうキュートさんのねキュートさんでもそうですよねキュートさんバージョンもありますね。またキュートさんバージョンもあってねいいなと思いましたね。いや知り合いのアイドルの人たちも、うん、この曲カバーしたいってすごく言ってて実際にライブで歌ってみたりとかもしてたんですごいみんな好きな曲なんだなって私も好きですしすごい世界観が広がる曲で素敵だなって思いますね、はい、ミューフェスでもね結構こうライブで生で歌っている姿を何度か拝見させていただいててこの曲流れてくるとやっぱりテンション上がりますもんね。なんかあ来た次の角を曲がれみたいなみんなで曲がろうみたいな、ね、そうすごいテンション上がる曲なんでぜひね、はい、生で見てほしいですね。はい、拓衣さんはですね今後7月に森重純一さんとのツーマンツアー8月にはサマーライブ2016サンキューロックンロールを東京名古屋大阪で開催ということなのでぜひチェックしてみてください。迷いもあるし不安もあるし泣きたい日もあるけど何とかなるさ頑張ろう自分らしく晴れるや。お届けするのはビタースイートのライブ映像です。6月15日に渋谷ミルキーウェイで行った公演の映像をご覧いただきます。どうぞ。それでは聴いてください。ローリングデイズ。
ご覧いただいたのはビタースイートのライブ映像でした。はい、現在ビタースイートは毎月ハロープロショップでフリーライブを行ったり、お互いの地元長崎と新潟でインスタライブを行ったりしております。この日はですね、ライブハウスでの対バンライブということで、とっても緊張していたんですけれども、いやー、対バンってドキドキしますよね。やっぱり対バンドキドキします。あれ、松原さんってあまり対バンってあるでしょ、っていうか、こういろんなアーティストさんが出て、じゃあいろんな、そのなんだろう、ミュージシャンのファンの方がいっぱいいるわけですよ。そうですね。じゃあみんなに聞いてもらえるからいいじゃん。そうなんですよ。それがまたドキドキして、ね、違うジャンルのお客さんとかもいるんで、どうやって乗せようかなとか、そういうのを考えるのが結構難しいんですけど。そうか、音楽性の違いとか、僕らは割と歌謡曲演歌の人たちでまとめられて5組とか出たりする、まあ、それでもやっぱりファン層って違うので、はい、うん、そのみんなのファンの人たちにも聞いてもらえるっていうね、嬉しさとかありますけど。どうですか、対バン結構やってますよね、ラベンダーさんは。そう、私たちはもう結構なんだろう、アイドルフェスに出るか、うん、本当にバンドかっていう、うん、まあ、二択なんですけど、なんだろうな、なんかアイドルのファンの人の時のセットリストはやっぱり可愛い曲が応募してみたりとか、変えるんだね。まあ、バンドだったら、まあ、育児なしとか、やっぱ本当ロックナンバーも入れて、はい、かっこよさ出したりとかっていうのは、はい、やっぱ考えたりしますね。やっぱりそのお客さんに合わせてっていうのもあるんですね。うん、そうですね。なるほど。いや、はい、結構今後あのビタースイート対バンが決まっているので、はい、頑張っていきたいと思います。ね、久しぶりの映像で今日は嬉しかったですね。はい、嬉しかった。ありがとうございます。そしてですね、ビタースイート7月24日の日曜日に原宿のミュージックレストランラドンナでビタースイートサマーライブ2016、夏の暑さにビタミンスイートシャープビタスイを開催します。この題名ですね、実は長谷川も結構意見を取り入れてもらってるんですよ。はい、いつものライブよりちょっぴり大人なビタスイをお届けする予定です。ぜひぜひお越しください。え、もう会場が広いのに、うん、あんなにこう迫力がある、うん、もうなんていう、全てが迫力があって、ペアもすごいなと思って、うん、かっこいいなと思って見てました、ね、はい、彼はすごいかっこよくて、なんか自然に手が動いちゃう。待って、なんかちょっと涙目じゃない？どうして？どうした？なんか感動した。なんか自分たちもね、もう早く曲を作って、はい、こうライブできたらいいね。そうですね。じゃあ、まあ今度ね、ボーノが8月25日にもう日本武道館でライブをやらせてもらうんですけども、そこに2人も私たちの新グループとして一緒に初の武道館に立つんだけど、どう？なんかやっぱ想像とかできた？全然できなかった。でもさ、そこに立つんだよ。いや、なんか、うん、全然想像はできなかったんですけど、うん、もうキュートさんのパフォーマンスが素晴らしすぎて、もっともっと練習頑張んなきゃなっても改めて思いました。うん、彼はなんかすごい、まだ実感全然湧いてないんですけど、うん、やっぱあのパフォーマンスを見たら、もうなんか本当頑張んなきゃなっていう、なんかまた、うん、改めて思いました。思った？いや、本当もう2人ともね、キュートからいい刺激をもらったってことで、本当に多分ああいうパフォーマンスできるまでかなり時間がかかると思うからね、特訓して最高のパフォーマンスを自分たちも見せれるように頑張りたいと思います。頑張ります。お送りしてきましたアップカミ、残念ながらお別れのお時間です。
というわけでじゃないんですけど、うん、私ですね、うん、このなんていうんですかね、まあ、夏に切り替わっていくと、はいはい、だんだんアクセサリーになぜか、うん、シルバーにしたくなるんですよ。あ、前確かシルバーじゃなかったもん。前はなんだ。そう、ゴールドなんですよ。私冬は結構ゴールドのものばっかりで、金から銀に格下げなのかな。質的にですか、だから夏場のアクセサリーって銀のものばっかり持ってるんですよ。おで、これも最近まあ結構もうこのコンビというか、うん、これでつけてるんですけど、うん、なんかなんでですかね、静けさ感じません、シルバーって。静けさ、静けさじゃない、涼しさ、うん、涼しさ感じません、静けさじゃなくて涼しさね。これ静けさは感じないよ、静けさ何言ってんだこの人だと思って手におかしくなってた。おしゃれおしゃれ、静けさね、そう、涼しさね、そうなんですよね、うん、ガチャガチャつけるのが好きなんですけど、はいはいはい、松原さんいかがですか、こうアクセサリーとか。僕も一応隠れて結構ね、時計とかね、いつもおしゃれなのつけてくるんですけど取らされるんですよ、マイクにかぶっちゃうんでいつもそこに置いてますよね。そうなんです、いつもここ隠しておいて隠して、いろいろマイク抱えてるのにね、全部取らされます僕は。こう全部やっぱりシルバーですか。シルバーは割多いですね。私も夏シルバー多いかもしれないですね。本当、はい、やっぱみんなそういう傾向にあるんですかね。あるんですかね。いやいや、僕は年がら年中シルバーが多いですよ。まあ金とかだってあんまちょっと、金の時計とかしたらなんかちょっと強めですよね。強め、うん、なんか演歌歌ってますねって感じになっちゃう。ゴージャスすぎたりとかしますよね、金縁で。そうですね、なんかなんとなくね、確かに男性がつける金と、うん、ね、女性がつける金もまた違いますよね、うん、あ、そっか。そろそろ本当にお別れの時間です、はい、番組へのメッセージ、ソングプラス A の投稿はこちらから。それではまた次回のアプカミでお会いしましょう。お相手は松原健史と、ビタースイートの長谷川萌実と、ラベンダーの岡田真理奈でした。さようなら。さようなら。